北朝鮮の兵士。劇術とは朝鮮民主主義人民共和国で訓練されている武術、近接格闘術、主体劇術とも言う。北朝鮮では人民軍だけでなく、諜報機関などでも訓練されている。元朝鮮労働党作戦部工作員の安明信によると、その訓練は太い縄で体を打ったり、コンクリートや藁で作った打撃台を打ったりする壮絶なもので。 死人が出るそうである。1980年代には若者の間で大流行したことがある。そのきっかけは命令 -0275 という映画である。映画の内容は北朝鮮の特殊部隊が韓国に潜入して情報活動をするというものであるが、娯楽の少ない北朝鮮では映画の影響は大きく、映画の登場人物が使う劇術や、 投的術が若者に大流行することとなった。北朝鮮の中でも上陸工作の時に工作員を護衛する案内員と呼ばれる工作員や朝鮮人民軍総参謀部偵察局所属24偵察大隊には劇術の優れた使い手が多いそうである。朝鮮中央テレビではしばしば北朝鮮の軍人たちが劇術の方を演舞する様子が放映されている。また、 北朝鮮系のインターネットサイトでも YouTube 等に演舞の映像を配信している。また旧ワルシャー条約機構諸国の軍隊でも劇術が導入、教育されたケースがある。例えば、ドイツ民主共和国の国家人民軍では1988年に採用され、朝鮮人民軍から共感が派遣されている。国によっては、アルファベット表記が、グユグッセル、グヨコッセル、 キュークスセル、キュークスセルなど一定していない。複数の敵を想定し、探検やドンキも武器として使用することがある。手足による嘆き技が基本であり、空手やテコンドーに近い武術と言われている。由来は公式には明らかにされていないが、以下のような武術、格闘技が元になっていると言われる。ありがとうございます。